ここじゃよくある。毎日私と彼氏の弁当を2つ作れと、ふんぞり返るクソ乙女。テンプレクソ乙女に、クソエネオット。弁当箱の底にそれぞれ。乙女、今までかかった食費代と、仮パクされた化粧品代金の自作請求書。乙女彼氏、大相撲遠藤の写真に、乙女の名前を明朝体で書いて印刷したもの。夫、緑の紙。を貼って、上からラップして、おかずを詰めて送り出した。ついでに、家にあるすべてのフライパンや鍋で、紙パックをドロドロに溶かして、洗濯のりを入れて、そのまま放置。昼まで寝てる乙女が起きてくる前に、脱出してやった。乙女が騒いだり、夫がロミを貸したり、吸ったもんだあったけど。乙女が、実家の犬小屋を蹴り壊したことにより御用。本日、無事に離婚が成立した。結婚後、即新居に転がり込んできて強制同居。最初からそのつもりだったらしい。孫梅。金よこせ。ムチコちゃんより貯金額高いとか生意気。金よこせ。飯を捨てる、飯を畳に撒き散らす。さらに、在宅ワークな私の仕事部屋を荒らす。大事な仕事道具を壊す。宅配で届くものを捨てる。着服する。仕事の拳本を作り置いていたシチューと一緒に煮込まれたあたりで、もうダメだなと思った。結婚期間半年、よく耐えたと思う。本当は帰ったらすぐ書く予定だったけど、早々に泥のように眠ってしまって、今起きちゃったよ。年内中に厄払い。時間感覚ずれててごめん。正確には昨日提出してる。職業はおっしゃる通りで、漫画家。締め切り間近に、20万弱の液晶ペンタブレットを壊された。元夫のケツを蹴っ飛ばして、元夫の貯金から、即日新品を買い揃えたけど、すぐ馴染むものでもないから苦労したよ。前に使っていたのより、高くていいもの買わせたから、今はすごく快適だけど。ローンの返済は元夫。光熱費、食費、他、もろもろは、すべて私。乙女と乙女は一銭も払わないでやんの。私が一番稼いでいるからと、言われるままに払わされてたけど、今思うとありえなかったな。経済 DV で、まるっと慰謝料いただきましたけどね。